今日はウフィッツィ美術館のパントマイムのところに来ています。この人たち彫刻のようなんですけど、お金を入れるとこうやって動き出すんですよ。とても面白いんです。ここまで大サービスしてくれます。これお金はいくら入れてもいいんです。1ユーロでも2ユーロでも。そして終わるとこうやって元に戻って不動状態になります。この人はこういうウフィッツィ美術館の柱彫刻になっている彫刻の一つのような格好をしています。お金を入れないとほら全然動かないですよ。ここの箱にお金を入れます。たくさんお金入ってますね。全然動きません。この人だけじゃありませんよ。いろんなパントマイムの人がいます。あっちにはなんとツタンカーメンもいます。ツタンカーメンは表情を変えることがないので、あ、こうやって人を待っています。彼はちょっと商売上がったりみたいですね。それではまた。